私気が欲しいので4人だけ配置。未確認生物はどこかな。気全部をフレデリクス棒状に注ぎます。途中攻撃速度2倍契約をかけます。極上の響け強靭なる音色よ。最初の難関を突破したら右上佐竹式ケムシ型カブトを倒しにかかります。いざあなたさばくのは私、あなたさばくのは私。消費器22まで行ったら2人配置。あなたはさばくのは私、さばく。我々、私の水攻めは一味違うわよ。左に待機している敵はフレデリクス棒状、アイリーン状と順番に攻撃します。アイリーン城は HP2000 以上ないと危ないです。なので一回巨大化してます。攻撃速度2倍とガルム組んで対応します。殺していいわ。ひなひっさりと幻想的に。さあ敵を意気消沈させるのです。死神が来ました。フレデリクス棒状に火ダメ軽減契約を入れつつアイリーン状にバフをかけ、足止めとして若さ鬼が状契約で足止めです。皆さん私殲滅の儀式を行おう。お前を生贄にしてやる。さあ敵を意気消沈させるのです。ちび若さちゃんを代わりに殲滅の儀式を行おう。お前を気を貯める白娘がいないのでほぼ全員に廃棄マイナス4を装備。岩垣山城は契約のためだけに存在してます。祈りをひっさりと幻想的に。次の死神が来るまでにマルクスブルク城を配置し契約を使用可能にしておきます。祈りを力に強制さん力を貸して。フレデリクス棒状に火ダメ契約をかけつつマルクスブルク城に防御バフをかけて、アイリーン城にバフをかけ、ほぼ一人で死神を削ります。ガルム、殺していいわ。インティーよ、我らに力を。皆様に幸あれですわ。カブにマチュピチュという、星7白娘がいますが、ここのランクを落としてしまうと、火力が足りず、崩壊してしまいました。皆さんは私が守ります。さあ、敵を意気消沈させるのです。殲滅の儀式を、お前を生贄にしてやる。アイリーン城の攻撃が、1600ほど出てますね。普通にすると900ちょいほどしか出ないと思うのでどれだけマチュピチュが強いかがわかります。見事だったぞ。王を称え勝利の歌と舞を捧げよう。
チャンネル登録、高評価もお願いします。